どうもこんにちは。よりふみです。今回の舞台は真夜中の吉原です。令和元年。年末の吉原をぐるっと回ります。日比谷線美濃和駅前からスタートし、吉原を目指します。明治通りに入りました。土手通りに向かって進んでいきます。矢印の通りが土手通りです。土手通りに入りました。ずっとまっすぐ進んでいき、吉原大門の交差点を目指します。明るい時間帯の土手通りでは、同じタイプの高級車がガンガン走っています。本当に不思議です。送迎でもしているのかな？まだまだまっすぐです。美濃和駅から吉原を歩いて目指す場合は、かなりしんどくなると思います。もう少し先に、明日の女王の矢吹城さんがいらっしゃいます。ちなみにここで左折し、いろは会商店街をまっすぐ進むと、そこは東京のドヤ街、さんやです。着きました。吉原大門の交差点です。ガソリンスタンドが目印です。ここを右折します。道が S 字カーブになっています。その先が吉原です。吉原に到着です。これから吉原のメイン通りである中野町通りを見ていきます。この地域はお風呂屋さんで有名です。残念ながらお風呂屋さんは、深夜の営業が禁止されています。明るい時間帯は、パワー全開です。
これから吉原をぐるっと回っていきます。京町通りです。中の町通り同様静かです。次は花園通りです。花園通りに入りました。お風呂屋さんが何軒もある素敵な通りです。明るい時間帯は高級車がせわしなく走っています。次は江戸町通りです。江戸町通りに入りました。お風呂屋さんが営業しているときは、引き込みさんがいます。深夜は全くもって静かです。この先はお風呂屋さんが軒を連ねています。高級ミニバンが目を引きます。次は揚げ屋通りに進んでいきます。揚げ屋通りに入りました。駐車場に高級ミニバンがてんこ盛りっす。ここまでが揚げ屋通りです。この先は住町通りになります。住町通りに進みます。まっすぐ進むと花園通りにぶつかります。こちらもミニバンがたくさんあります。一体何に使われるのかな？再び花園通りに入ります。
先ほどとは反対方向に進んでいきます。令和元年、年の瀬、深夜の吉原をぐるっと回りました。ものごっつ静かでした。何も知らない人が、この時間帯に訪れたら、お風呂屋さん地域だと、気づかないかもしれません。今年も今日で終わりです。動画のご視聴、たくさんのコメント、この一年本当にありがとうございました。来年もできる範囲で動画投稿を続けていきます。では皆様、来年もよろしくお願いいたします。頼文でした。